ちらこちら。なんだね。森本龍太郎率いる平成ジャンプいんじゃん。いるね。その中でもゴリッゴリの芸能人の知念いんじゃん。いるね。噂の彼氏とは破局したみたいね。みたいね。そういえば筋骨隆々の彼の腕の中にいる時は母親の体内にいる時のようだって居酒屋で語っていたな。ん、よくわからないけど。あと犬のような体勢で筋骨隆々の彼にお尻をぶたれていると写真に戻れるとも居酒屋で語っていたようなんだよ。知念はよく居酒屋に行くのよ。わたみ、知念は居酒屋でのファーストオーダーはビールと極太のソーセージと味付け卵を2個みたいなんだよ。わたみで違うよ。筋骨隆々の大将が一人で切り盛りしている個人店だよ。筋骨隆々も好きなんだね。そんな知念に熱愛報道が出てびっくりしたんだけどさ。そうだね。まさか女性だっていうから驚きが2倍だよ。そうだね。趣味というか思考が変わったのかな。違うよ。うちも最初はそう思ったけど、その熱愛報道の相手も異性を好きになるタイプじゃないみたいだからさ。ああ、普通の友達ってこと。そうみたいね。事務所としても知念のその疑惑を払拭したいところだったからな。それは好都合だったね。というわけで知念が喜ぶような締めをしようか。うちが筋骨って言うからクジラが隆々って言ってね。いくぞ筋骨。